よいしょ。はい、お待たせいたしました。1月15日夜のスピリチュアルテレビの時間になりました。よろしくお願いいたします。ではちょっと、ね、映像の方をご覧いただきますね。はい、お待たせいたしました。先ほども言いましたけれどもね、1月15日月曜日夜のスピリチュアルテレビの時間になりました。今、ご覧いただきましたのは、根本正明さんの、今度のね、大工のお知らせのね、映像でありましたね。で、実はこの映像、ついさっき発見しまして、で、それでこの映像を作られた市村さんですね、に、すぐお願いをして、出していいですかって、メッセージをお送りしたら、すぐに返事が返ってきましてね、ぜひぜひということで、最初に、ご覧いただきました。本日のゲストは、根本正明さんですね。はい、今映像が根本さんの方に行ってます。根本さん、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、久々ですね。多分以前出ていただいたのが2012年ですね。ほぼ5年近く、6年近くって感じになりますね。その頃もね、ご縁をいただきまして、いろいろスピテレビ以外でもね、山川ご夫妻の、スピリットダンスですとか、それから、初めてお会いしたのが、あれはな、山川ご夫妻の、翻訳25ですね。その時に僕とパートナーのゆきさんと息子のみっちゃんと、3人で、会場に行きまして、で、ね、その時に根本さんと初めてお会いして、なんかね、面白いですよね。で、その時にいろいろ盛り上がったのが、ね、世界平和っていうことで、ね、もうね、すごく熱く根本さん語られてたの、今もね、覚えてますけれども。もうあれからね、もちろん根本さん、その前からね、指揮者として、奇跡の大工を指揮されたりとか、ご活躍されていたんですけれども、この時間っていうのは面白いですね。で、実はまた今度、ね、来週になりますね。24日に、しかもすごいところでやるっていうお話で。で、その辺のね、サントリーホールですよね。あそこ、もちろん個人でなかなか取れるところではないっていうふうにお聞きしてるんですけれどもね。もしよろしければ、その、ね、サントリーホールで、やられるっていう、その経緯の方をね、お話しいただければなと思うんですけど、いかがですか？
はいはい。と、本当にこう直感的にポーッと、大工はサントリーホールでっていう、本当にこう直感でインスピレーションなんですけども、ポロッとそういった気持ちになって、で、自分でサントリーホールの方に電話してみたんです。自分で？はいはいはい。はい、そしたら、3日ぐらい空いてるっていうのが確認できたんですけども、はいはい。で、それでもって妻の方に、サントリーホールが、なんとか3日空いてるところがあるんだけども、大工はサントリーホールでもってしたいっていうようなことを言ったんですね。はいはいはい。で、妻は反対すると思ったら、特に反対することもなくて、うん、妻の方のサントリーホールの方に問い合わせてみた経緯があるんですけども、うん、ただ、とりあえず、普通は法人しか受け付けないけれども、とりあえず、書類をでも送るので、申請を してみてくださいっていうふうに言われて、はいはい、妻が、申請の方を出したっていう経緯があります。そこら辺ってね、サントリーホールの方でもびっくりされてたんじゃないですか。ああ、そうかもしれない。で、ね、本当に私の方も別にこうあまり難しいこと考えずに、何かもう本当に直感で生きてる人間なので、はい、サントリーホールっていうのは、自分では何も変に考えずに。その気になってしまったんですけども、ね、まあ昨年は昨年で、ワンドロップの、はい、はい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 、ね、指揮もされていたということで、そこら辺もまた面白い流れだなっていう、うん、ね、で実は先週かな、ワンドロップの方のお話がスピテレビで流れてまして、でちょうど、映像自体撮ったのが、去年の12月の式コンサートの前だったんですね。ああ、そうですか。はいはいはい、はい、それを流していたところ、まあ、根本さんのお話も出てきて、ああ面白いなと思って。それで、まあ、いろいろご縁って広がって、まあ、自分もそうなんですけど根本さんも、はい、広げられて、ね、ここに来られたのかなっていう感じしますよね。はい、でね、このまた大工をやるっていうところって、まあ、根本さん的には非常にエネルギー必要なとこですよね。うん、そうですね。でも今のテーマは、なんだか、もう自分の肉体的なエネルギーとか、自分が振るんではなくって、もう、すっぽりと、宇宙にお任せでもって演奏するっていうことなのかなっていうふうに考えてます。本当ね、そこの、お任せできるかどうかっていうところはすごくね、人間だものっていうところがね、あって、でもしかし、もしかしたら大工自体っていうのもそういうスプリント人間の葛藤とかね、はい、世界の葛藤、まあ、人間の葛藤になるんでしょうけれども、それがあって、不安だとか、引きこもごもがあって、ぐーっとなんか抑圧された中で、でも違うんだ、みたいなところがもしかしたらあるのかなと思うんですけれども、第一楽章は、はい、本当にこういきなりこうやってきた、まあ、人間がよく運命って言いますけれども、そういったこう、なんでこんな目に遭うっていう世界とこうぶつかって、それは自然災害やなんかともあるし、自然災害とすると、一個人ではなくて、まあ、人間とか集団とか、社会とか、そういったこう、人類っていう問題になるんですけども、でもそういったこう、一個人としても、なんでこんな目に遭うっていう世界とぶつかって、こう本当に、苦しみ、
困難に負けまいとして戦い、そして救いを求めて祈りながら、こう必死にその運命と戦っていくっていう世界が本当に壮絶に描かれた音楽でもって、そういった意味ではすごく人間のこうヒロイックな部分の世界が見事に描かれた音楽が第一楽章です。で、第二楽章は同じようにこう人間が必死になってこう意志を固めて自分の世界を歩んでいくんですけども、でその途中でものすごく美しい救いに満ちた世界が現れるんですけども、でもそれがやっぱし人間のこうエゴでもってあがき苦しんでもってポッと出てきた一つの蜃気楼のように儚く消えていって、また人間が必死になって前を向いて決してへこたれないっていう気持ちでもって向かっていく世界が、また第二楽章帰ってくるんですけども、第三楽章は本当にこう人間ベートーベンが晩年に至って初めて出会った信頼と友情があり、本当にこう信頼のある愛の世界が美しく描かれるんですけども、それが第三楽章です。で、ベートーベンはその1、2、3という世界を着て、第4楽章でもって、いや、その困難との苦しみでもないし、からやっと晩年に出会った人間個人的な愛の世界でもないっていう、もっと人類とか人間が一緒になって一つになれる喜びの世界を描きたいと思ったんですね。で、それが有名な歓喜に寄せという詩壇の詩に付けられた喜びの歌でも有名ですけれども、ルル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 
このメロディーで、民族を超え、国境を超え、争いを超えて一つになろうっていうメッセージをベートーベンは伝えたかった。うんうん、そんなです。ねえ、本当に、うん、そこは本当に何て言えばいいんだろう、その根本さんの人生となんかね、通ずるところがある感じが、そうですね、するんですよね。本当にね、前にもお話しいただきましたけれども、気がついたら病院であった、はい、病院で 目が覚められたで、うん、その後神との対話と出会うっていう、うん、ね、そこら辺からまたね、大工を指揮される。で、これもまだね、途中、歓喜の途中っていう感じなんでしょうけれども、その時々にね、本当に大工的なね、その要素が根本さんの人生入ってる気がするんですよね。そうですね。こう、もうこれでもって終わりかなっていうか、もうすっかり救われたかなっていう思う時もあるんですけども、やっぱし人間ってそういったこう一つの、サイクルのように、苦しみの世界が、自分にもまだまだあるっていうことを感じるときありますね。そうですね。だから、ね、そこは本当にね、螺旋階段じゃないですけれども、ね、そこを歩みつつ、ね、その歓喜の時もあれば、また、さらに大きい、また来たかみたいなところもあったりとか、でもやっぱりその螺旋階段的にどんどん上に、昇華されている、大きくなんか、変化されて、で、ね、根本正明さんっていう、その、人の渦っていうのはどんどん広がってる。で、周りもそれに対して何て言うんだろう、その応援を送ってるっていう、そのスケールが大きくなってるじゃないかなっていう。で、またそのスケールが大きくなればなるほど、その大変さ
とか、ね、不安感っていうのはこれ人間ですから多分、ね、いくら根本さんでもお持ちだと、いくら根本さんでもって言ったら変ですけれども、お持ちだと思うんですけれども、はい、でもやっぱり大工っていうストーリーがそこにまた、出てきてるのかなっていう感じがするんですけどね。そうですね。だから、自分ではよく分からなくて、まあ、の時期、この1月24日っていう時期にの時に、サントリーホールでもって太鼓を振るように待ってたんだろうとは思うんですけども、本当にね、それはもう実は決まっていたっていうところなんでしょうね。はい。はいね、でもね、これもまた道の途中っていうところで言うのれば、ね、やっぱりこの日本全体的にもね、そのなんて言うんでしょう、ね、311があって、大変な時期があってっていうところからだんだんまた、変わってはいるけれども、まだなかなか動かないところもあったりして、ね、で、ね、根本さんもこの福島でっていうのを非常に意識されてましたよね。はい、ね、この福島に対する思いっていうのはどんな感じなんですかね。福島でああいった地震だけではなくて原発の問題が起きたってことは、やっぱしただ福島っていうことではなくて、やっぱし人類規模 の、 事件としてあったんだろうというふうに思ってます。それでやっぱし日本で原爆が広島長崎であって、で福島でもって原発の事故があったってことでもって、やっぱし日本がこういった核とか原子力っていうものを人間が扱ってますけれども、そういったことに対してやっぱしそういったものを手放すとか、こういった文明を変えていかなくちゃならないっていう、そういった一つのリーダーシップを取らなくちゃならないっていう、そういった使命を持って日本民族があるんだろうということを考えてるんですけども、そういった意味でもって福島のあの事故をこう人類として無駄にしてはいけないというふうに考えてます。前にもねお聞きしましたけど、そこから世界の、ね、平和が始まるっていう、そういうふうになっていってほしいと思ってます。そうですね、まあその辺ね、2012年は、ね、東京でコンサートをされて、そのまんま、そのコンサートを、ね、された演奏家の皆さんを引き連れて福島に、これもねすごい、ことだなっていう。ただ根本さんの中でね、その最高のものを、うん、その届けたいっていう、ね、はい、ところをね前にも伺ったかと思うんですけれども、うん、それからね今だとね、その当時と比べてみて、なんて言うんでしょう、その思い自体はねきっと変わられないのかなと思うんですけれども、はい、さらになんかこういうところもね24日、やっていけたらみたいなところはございますか。音楽そのものの表現やなんかに関しては、やっぱしどん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 自分も進化してきてるっていうふうには思ってるんです。で、あともう一個はやっぱしオーケストラと合唱団の人たちが、やっぱし今本当にこう自分、私自身のこう表現を本当にこうなんとか必死になってこう表現を実現させてあげようっていう、そういったこう愛情でもってこう伝えてくれてて、いうオーケストラと合唱団と出会ってるっていうことが、すごくこうより良い大工を演奏するところに関しては条件が整ったかなっていうふうに考えてます。なるほど、その辺はなんでそういう
まあね、グループっていうか、そのじゃあ根本さんと一緒にやってこようっていう方が増えたでしょうね。それは本当にありがたいことなんですけども、うん、私一個一個のコンサートを、困難があったり、あとは実際にこうなかなか主催してコンサートをすると収益的には赤字をかぶることがほとんどなんですけども、そういったことをやっぱしそれでもってこう終わりにせずに継続してきたっていうことでもって、やっぱし逆に言うと、あ、この指揮者が考えてるこうなってことは本当にこう音楽への愛でもって本当にいいものを聞く人に届けたいっていう思いでもって演奏してる、指揮を振ってるってことが分かる人たちが、こう、場を作って大きくなってきて、今のオーケストラと今の合唱団があるっていう気がします。はい、ありがとうございます。そうですね。これは本当に、根本さんの中でぶれない、その、なんて言うんでしょう、思いっていうのが あるからこそ、ね、そういう方がどんどん増えて来られてるのかなっていう感じはしますね。ありがとうございます。はいはいはい。ね、そのね、この元になるのっていうのはやっぱりそのね、以前まあ根本さんはその中学校の先生をされていて、で、はい、やっぱりその頃からそういう気持ちっていうのはあったんでしょうかね。あ、それはきっと私が一番願ってきたことは、やっぱし、それぞれの人たちが、生徒もそうですけれども、本当にこう自分自身の素直な心を解放して、本当にこう、素直に、気持ちを表現するっていうことをすごく大事にしたんですけれども、そういった意味で言うと、オーケストラの人たち、合唱団のプロの人たちも、本当は心の中に自分の本当に素直なものを、自分が感じたものを、本当にこう解放したいっていうことでも、解放したいっていう気持ちがあって、そういったものを私がこう、決して、抑えたり、縛ったりしないっていうことを感じられてるのかなっていう気がします。ありがとうございますね。そこら辺ね、本番だけでじゃなくてね、実際練習風景なんかもね、見てみるときっといろんな、ことが分かるのかななんていう気はしますけれども、はい、はい、ね、で、その、ね、中学校の先生から、まあね、その指揮者をやるんだって、これももうとてつもないことだったですよね。その中で、やっぱり自分がお聞きして強烈に残ってるのが、まずはそのさっきもちらっと出ましたが、その神との対話との出会いですよね。はい、その辺って、多分ね、この番組、まあ、スピリチュアルテレビですから、根本さんがその神との対話をどう、お読みになって、どういうふうに思われてるのかなっていうのをちょっとお聞きできればと思うんですけど、はい、はい、本当に神との対話との出会いは、私がもう20年以上前になるんですけども、人生のどん底でもって重たいうつ病だったんですけども、病んでこう未来への希望を全く失ってた時期だったんですけども、正直元の奥さんのライブラリーの中に神との対話が入ってたんですけども、本当にこうポッとその神との対話っていう本の背文字がパッと光った気がして、はい、で手に取ったっていうのが最初の出会いです。でページをポッと開いた時に、自分自身の病気とかそういったものはあなた自身が作ってるんだっていう項目に出会って、と思って最初からページをめくっていったんですけども、やっぱし自分がそれまでにいろんな本を読んできた経緯があって、はい、
このタイババ本物の神が喋ってるっていう、私直感的に受け入れることができるっていうのがあったんですね。で、全部読んだっていう、1、2、3、1、会話の1、2、3っていうふうに読んでたっていう経緯があるんですけども、その中で例えばね、今も記憶に残ってる言葉、まあ正確でなくてもいいので、その雰囲気みたいなところで、どういうところを、その当時の根本さんがね、なんだろう、この言葉本当に神からの言葉だなっていうふうに感じられた、言葉とか文章があったら教えていただきたいんですけど。本当にこう、細かい言葉やなんかは、きちっと覚えてる人間ではないんですけども、でも、神との友情っていう、神との対話の後編なんですけども、神との友情っていう本に関しては、何回も読んだっていう経緯があって、もし、あなたのたちの人生は、あなたたちの魂が、シナリオを書いて、生まれてきてるっていう。で、私、神は、あなたたちの願ったこと、魂の願ったことに関し、対して、すべて完璧に、現在、経験を送ってるんだっていう、文章があったときに、ああ、そうなんだなっていうのを、私、理解することができました。ここって本当にね、大変な時だからこそ、なんか染み入る、理解できる言葉なのかもしれないですよね。そうですね。先生を辞められて、バイトを始めたっていうお話で、ね、しかもトイレの清掃員でしたっけ？トイレはあんまり男性はできないんですけれども、そっかそっか。実際には音楽家になったんですけども、とても音楽活動できないっていう時期が随分あって、私、清掃員をやらざるを得なかったっていうことがあります。それもね、やはりそれまでの、なんだろう、自分のね、自分をクリアにするっていうところで、その仕事が来たのかな、なんていうおそう話ですをされね。てて。偶然たまたまがないってことでもって言うと、清掃員をやるっていうふうになってたのかなっていう気はしますね。その辺のところもね、そこからまた、演奏を、まあ、指揮者をね、されていくっていうところが、すごい。これは本当にね、さっきの第九のね、第一楽章からの流れじゃないですけれどもね、本当に、悲喜こもごもあった上で、さらに歓喜があって、また悲喜こもごもがあってみたいなところが、終わりだったのかなっていうところはありますけれどもね、ここでまたね、来週、第九をされるっていうのも、なんかやっぱそのさっきのお話で言うとね、根本さん自身が選ばれて決めてきたことなんでしょうね。そう思います。で、それもね、まだね、途中なのかもしれなくてね、それこそこれはもう一番最初に僕をお会いした、2012年かな、の時もお話しされていたね、2020年に向けてね、本当にその世界平和っていうのをね、福島からね、送りたいっていう、ね、そういう
ところで言うとすごく、なんだろう、ね、大変なことはあってもどんどん、ね、そこを、その道に向かってかけられてるのかなっていう気はしますね。はいはいはい、きっとでもね、それもまた道の途中なのかなっていう感じは、うん、しないではないんですけれどもね、この、はい、2020年の、ね、どんなことをされたい、うん、あのね、2012年に、うん、福島で大公演奏したっていう経緯があるんですけども、はい、妻とは私最低でも長いスパン10年間以上のスパンでもって考えていかなくちゃいけないっていうことは確認したんですね。で、まあでも正直言うと2年目、3年目、4年目っていうふうに非常にこう神奈川県に住んでる人間が、しかもこう有名人であればいざ知らずほとんど無名な人間でもって音楽評論家やなんかの評価はあっても、日本では本当に無名な指揮者とその妻が二人でもってこう福島でもって演奏活動を続けるっていうのは本当に困難な旅だったんですけども、でも、もう困難だからやめるっていうことは考えてなかったんですけども、2014年だと思ったけども、はい、東京オリンピックが確か決まりましたね。はいはい、うん、その時に東京オリンピックに関してはいろいろとなぜこの時期に日本でオリンピックかとか、東京でオリンピックだっていう話もあったし、私自身もそういった考えもあったんですけども、はいはい、でも、そのスポーツによる平和の祭典であるオリンピックっていうことは、やっぱりさっきの神道対話じゃないけども、はい、たまたまではなくって、それは2020年に東京、日本東京でもってあるっていうふうになってたんだろうって感じですね。それはどういうふうに、どんなことでもって、本来の趣旨であるこう世界の平和の祭典として利用できるだろうってことを考えたときに、はい、その東京オリンピックってことを本当にこう世界の平和ために利用するっていうこととして、うん、福島のさっき言ったように原発の問題やなんかを無駄にしないっていうことでもって、福島が平和の祭典、スポーツによる平和の祭典のオリンピックに対するエールとして、音楽による平和の祈り、第一歌を演奏する。しかも、ベートーベンが200年前に願ったことは、音楽でもって、地球上の人間を、一つの輪にしたいって考えたんですけども、今だったら衛星中継っていう手段を使えば、そのオリンピック、福島っていうこと、が、さまざまな名前が逆に生きて、多くの人たちが、大工、福島からの大工に一つの場として、加わってくれるんではないか、ということを考えました、うんうんうん。ありがとうございます。ね、でもそのスケール、すごいですよね。その前にね、村上監督のポリティブ映画をね、拝見させていただいたときに、やっぱりその、祈ること、っていうのは非常に、他の人はもとより地球にも影響を与えるっていう、はい、で、これはもうね、歌というのも祈りと同じ、もしくはもっと、ね、その強いものかもしれないなっていうふうに僕は思うんですけれどもね、それを、もしこのオリンピックの、ね、平和の祭典の時に、全国、ね、全世界で中継できたら、どんな地域も喜んでくれるのかなと思うんですけどね、うん、いや本当に亡くなられた江本勝さんの、はい、自らの伝言っていう本に出会った時に、やっぱし音楽っていうのはただ人間の心に訴えるっていうものではなくて、だけではなくて、やっぱり波動としてどこまでも流れていく。うん、で、それに関しては、その演奏に加わっている人間
の、そういったこう波動をどこまでも送りたいっていう、そういった思いが強ければ強いほど、より強い波動となって、流れていくっていうこと、私、本当にこう、自分でも信じています。そうですね。ね、江本さんも、なんか公演の前、客から入るとか、そういうことだと、されてた気がしますよね。江本さんとは2012年の時に、第九の前に、ぜひ一緒に飯でも食おうっていうふうにそられて、話があるんですけども、ウィスさんも一緒だったんですね。で、あの時に、江本さん、音楽による世界平和を願って私は活動してるんだけども、音楽の中でもって江本さんが、世界平和のために一番、力になる音楽は何だと思いますかっていうふうに聞いたら、もちろん、大工だ。っていうふうにおっしゃったのを、未だに覚えてます。で、それは、さっきもちょっと歌ったんですけども、トゥルルルルルルルっていう、本当にこう、ミファソソファミレ、ドレミミレレってこう、本当にこう、音楽の専門用語で言うと、二度っていう、隣の音っていうふうにつながって、もう本当にこう、これ以上シンプルなメロディーはないっていうメロディーを、ベートーヴェンは逆に、音楽の、最高の音楽の中でも、行き着くところとして、最もシンプルなものに行き着いた。で、あのメロディーに関しては、本当にこう、民族を超え、性別を超え、年齢を超え、誰でも口ずさめる音楽であるんだ。っていうね、本当にそういった意味では、世界を、音楽って心から心へって考えると、心って愛って思うんですけども、愛から生まれた音楽、愛の音楽を持って人々が一つになるっていうのに、最もそういった意味では、結ばれやすいっていう、心から愛から結ばれるのに一番ふさわしい音楽なんだっていう気がします。ですね。その辺のところってね、またね、これ何回かな、僕も根本さんのコンサート聞きにね、行ったことがあって、ちょうどまだみっちゃんもちっちゃい頃、息子なんですけどね、行ったんですけれどもね、第4楽章のねところに入るとふっと目を覚めて、あ、これ聞いたことあるっていう。彼なりになんか感じてたみたいですね。掲示板の方でもね、ありがとうございます。おさむしさん、すいません。僕の声がちょっと聞こえづらいっていうところがね、ありますんで、ちょっと、今ね、僕、マイクを持ちながら話をしてるんで、すいません。お聞きづらいと思います。申し訳ございません。中央スペースさん、根本さんに質問ですが。窮地に、出会って、神からの気づきにあったことと、健康で何も気づかない人生と、どちらがいいと今は思いますかっていう。わあ、それは本当に、人間として、それは順風満帆に、いわゆる、普遍的に言う、親が子供に願うように、健康でもって元気に明るく生きていってくれたら一番いいっていう願いを、普通私の親も持ったと思うんですけども、正直言うと、こう私、本当にこう、たくさんの、苦しみに出会いながら、なんでこんな目に遭うんだってことを、いっぱい思ったんですけども、まあ今もそういうところはありますけれども、でも、その時は、渦中のどん底の時には、なんでこんな目に遭うんだっていう、その耐え難い時間に、苦しむんですけども、人生を振り返ってみると、あれの時にああいった体験ができたから、今の自分の音楽、少し心豊かでもって、人の心に優しくて、人の心に訴える音楽が、表現できるんだっていうふうに思ってます。人間としても、もしも、まあ、よく言われるように、逆境とか
とかそういった経験がもしなかったって人間が人生を歩んでいったとしたら、本当にこう愛とかそういった優しさとかっていう世界からは遠い存在のままでいるんではないかなっていう気がします。ありがとうございます。そこは本当にある意味自分の愛っていうのをね、どんどん広げるために生まれてきて、そのためにね、よく池川先生がね、そういう大変なことをやって、そこからまた、それはその魂についた誇りみたいなもので、その誇りがつかないと磨かないでしょみたいな。それで磨くことで、魂はもっと輝くんですよねっていうお話をされてて、今ね、根本さんのお話を伺ってて、そう、本当そうだなっていう感じがしますね。もう本当に、もう十分磨いたよっていう気持ちになりたいこともありますよね。でも、まだまだなんですね。そこはやっぱりね、だから生きてるんだよっていうところもあるかもしれないですよそうですね。ね。渦中にいる時は本当に、ね、先も見えずに、一体どうなっちゃうんだろうみたいに、ね、ついつい思っちゃうんですけど、でもね、この今が2018年1月じゃないですか。このね、東京でオリンピックが開かれる2020年にね、今ね、根本さんがおっしゃられたことがね、どういうふうにまた進化してるのかなっていうのをね、そうです思いね。つつね、ちょっとさっきお聞きしてたんですね。だから、まあ人間ってそういう意味ではもうね、大変だけど、その大変さがまた面白いんだよねっていうところが、魂レベルではあるのかもしれないですよね。でもやっぱし誰もなんでこんなストーリーを中盤生きなくちゃならないんだろうっていうふうに思う時ってやっぱしありますよね。でもね、それでもやっちゃうっていうところがまた面白いところでしょうかね。今はあれですか、まだゲネプロが来週ぐらい。合唱団との練習が中心日で、オーケストラとの練習が21日から始まります。普通アマチュアだと考えられないことなんですけども、例えば、もう私も長年アマチュアの吹奏楽団を、指揮した経緯があるんですけども、本当に素晴らしいメンバーたちとの出会いだったんですけども、やっぱり技術的にはアマチュアでもって1年、2年、3年でかけてきたものをプロは技術的にはその必要なく、もうさっと技術的には弾いてしまうっていうのを持ってらっしゃるっていうのは本当にすごいなっていうふうに思います。そうですね。ね、その技術でも根本さんがね、思い描くそのコンサートっていうのは、その技術だけではないところっていうのがそうすでごすね。く。得てして技術だけでもって終わっちゃうっていう、人間が聞く人のもう技術が一番見えやすいというか、一番技術の問題が分かりやすいっていうことがあるので、技術がしっかりして、例えばアンサンブルがきちっと合ってるっていうことにあまりにも耳がいってしまって、それでもってプロの人たちがその部分でもってある意味じゃとても過剰に競争してきたっていう歴史もあると思いますね。でもやっぱし本当にこう人の心に訴えるのはもちろん技術も大事だけれども、やっぱしその演奏する人間がどういった心ベートーベンが
心から心へというふうに、心って感情だと思うんですけども、どういった気持ち、心、また愛も、とか、そういった問題も、含めてですけども、どういった愛情を持って、どういった深い心を持って、どういった豊かな心を持って、その音楽を演奏しているか、と。で、その思いが、聞く人間の心へ伝わるんだ。だから技術は心へ伝わるのではなくて、技術は何かこう、視覚で素晴らしいっていうことでもって、すごいっていうことでもって割ってしまうんだけども、本当のこう、心から出た、まあ、ある意味では、こう全身全霊をもって、発せられた音楽とっていうのは、人の心に直に訴えかける力を持っているというふうに思います。そこで、それを聞いてると、何か自分の中で聞いてる側も何かが生まれてくるっていう、そういう感じしますよね。そうですよね。そこら辺ね、今日本当にお忙しい中ね、いろいろと、伺ってまいりましたけれどもね、いえいえ。またねもさんっていうとね、その奥様のきみさん、きみえさんもはい。ね、面白いですよね、その夫婦って何でしょうね。ええー。なんかね、でも本当にこう妻と性格がこうタイプが全く違うっていうことがとても助かっている部分があります。でもよく考えると、やっぱし自分自身の鏡だなっていうのはよく感じますね。ね、そのある方はその、今年ってパートナーシップがすごく大事になってくる、年だよっていうふうにおっしゃってて、それがどうかは分かんないですけども、やっぱりその、パートナーシップっていうのはすごく、どの時代でもね、いつでも大事なものであって、この根本さんのご夫妻っていうのもね、すごく、ね、そばで拝見したりとか、Facebook で拝見してても、こういうご夫婦いいなっていうふうに 思っちゃうんですけどね。今、トライでもニヤニヤしてます。ニヤニヤしてはますか。い。ね、でもね、本当に根本さんをもう陰から支えて、はい。たまに表からも支えて、これ冗談ですけどね。そうですね。いやいや、本当にそうです。自分なんかもそうなんですけども、やっぱりその、男ってか弱いところが多いじゃないですか。 そこを本当に支えてくれる、女性に出会うっていうのもね、すごく、これもね、前から決めてきたことといえば決めてきたことかもしれないですけど、それではね、語りきれないぐらいすごく、深いものってあるのかななんていう感じがしますね。そうですね。多分ね、きみさんもね、コンサートに向けていろいろと大変なんじゃないですかね。本人、あ、しましょうか。もしよろしければ。うん。これ急にね、呼んじゃうっていうのがね。んばんは。どうも。 今日はお世話になりました。ありがとうございますね。はい。本当にね、そのご結婚されてから言うともうね、長いのかなっていう感じしますけれども、特にこの24日のコンサートっていうところに焦点を合わせて、見るとね、君さん的にどんな感じなんですかね。多分今までは本当に自分たちだけとか2人でやってこなせたっていうところも、もちろんいろんな方の助けを借りてできてたコンサートなんですけども、今回はもう本当にもう自分たちだけではもうどうしようもない、それ、体力的にといいますか、体も年末年始ね、正月2人でしてたぐらいだったんですけども、周りの方がもうどん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 
シェアしてくださったりとか、もう自分たち以上に一生懸命に集客を考えてくださったりとかっていうのがあって、そういった意味では、もうそれこそさ、一番初めの夫が言ったように、お任せっていうことではないんですけども、もう委ねるとかいうことが、何か今回すごい、こう、学びになったことなんですね。で、自分たちだけでは本当にもうどうしようもない。周りの人たちの助けがあって、応援をいただいて、成し得るものなんだっていうのを、もう痛切に感じた、このコンサートに向けての準備からもそうなんですけども、24日はそういった意味では、もう本当にステージで皆さんが演奏している、だけではなく、聴いてくださってる側の方々も、なんかいろんな思いを持って、こう、来てくださるっていう気がするので、本当全部ホールも一体となって、素晴らしい演奏会になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。本当ね、そうですよね。そのコンサートにしてもさっきおっしゃられてた通りで、自分たちで、ね、その賄えるっていうところからどん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 その広がっていくと、もそうですう、うね。んね、そこは本当に、ね、お任せお願いうん、おって願いいす。でも一番そういうことが苦手な二人だったう。ですよね。そこを乗り越えるために、なんか本当、強制休養が必要だったっていうこと。本当にこう、でも、じゃあどうするっていうところの、その腹をどうくくれるかじゃないですけども、なんかそういうところが本当に、なんでしょう、今回、とても学びが多かったなっていうふうには。そうであすね。ともう、1週間じゃないですけど、10日もないんですけども、なんか本当、23日、24日、本番始まるまで、どんなことが起きるだろうっていうワクワク感と、ちょっとこう、事務的なこともやらなきゃいけないとか、いろいろありますけども、もう、ただただ目標は24日に素晴らしい演奏をしたい、する様をお迎えしたいっていうのがあるので、そうですね。本当にね、自分なんかもその、なんでしょう、テレコンっていうのをね、今年2回させていただきまして、思ったのは、いかにお願いするかっていうところ、ですよね。それからもうね、自分も含めて、ね、周りの方々を信頼するか、本当。ね、そういうところなのかなっていう感そうじでしすてますね。ね。本当にそう思います。自分たちの知らないところでとか、自分たちの目に見えないところで、もうどれだけ多くの方が、この24日のコンサートに向けて、もういろいろやってくださってるかっていうことを考えると、やっぱりこう、胸が熱くなりますね。そうですね。あとは本当に結果として、聞いてくださる方たちが感動していただけるように、私が自分の役割としてできることを、全力で、迎えたいと思います。ありがとうございますね。ありがとうございます。引っ込みね、本当に、ね、この間そのネモさんとお会いした時もね、いや僕も実は、ね、年末、強制終了 にあったんで、なんていうね、そこはやっぱり、その時はね、この時期にこうなっちゃうっていうふうについつい思っちゃうんですけど、後々から見るとやっぱそこで、ね、ストップかけてくれる体って偉いよねとか、そういう感じになるんでしょうね。まあね、
本当に、あともう少しっていうところですけれども、ね、はい、皆さんに何かお伝えしたいこととかございますか？はい、あのね、本当にもう、持ってるものすべてを、まあ、出すって言っても、今対照的にもあんまり良くないんですけど、いろんな人たちの力を頼って演奏するっていう一つの新しい境地でもって、宇宙的なエネルギーに満ちた、愛に満ちたライブを演奏したいっていうふうに願ってます。で、もう一個は、チケットはまだ500ぐらいしか売れてなくて、まだまだ、たくさん入ってほしいなっていう、僕の方々に聞いてほしいなっていう願いを本当に心から持ってます。はい、そうですね。本当に、一回、もうね、根本さんのコンサート聞くとね、もうね、これ忘れられないっていうね、そういう、コンサートですからね、ぜひ多くの方にね、来ていただいて、ね、はい、一つのね、でも、ここで終わりじゃなくてね、2020年に向けてのね、第一歩っていうところでね。そうですね、2020年も終わりじゃなくて、本当に武士さんさっきおっしゃったように、その、ある一日、一回でもって平和がなるなんてことはなくて、本当にこう、まあ、少しずつ大きくなっていくっていうことだと思うんですけども、でもその平和の輪っていう輪が2020年っていう東京オリンピックっていうことを契機に大きく広がっていってほしいというふうに思ってます。はい、そうですね、はい、ぜひね、その一歩としてね、24日ね、皆さんね、根本さんのコンサートいかがでしょうね、ということでね、本日は根本正明さん、それから途中キミさんにもね、はい、出ていただきまして、お話を伺ってまいりました。いや、なんか本当にこううまく喋らなくてごめんなさい。いやいやいや、ね、ちょうど今ってね、その時期的にもうエネルギーをうちに貯めてっていう時期だと思いますんで、そう貯めてでどう本番当日を迎えるかっていうね、そういう貴重な時間の時にね、出ていただきました。本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ね、ぜひぜひね、期待してます。喋らなくてごめんなさい。ありがとうございます。ちょうど今ってね、その時期的にもうエネルギーをうちにすいません、ね、はい、ということでね、本日ね、根本正明さんね、君江さんご夫妻出ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました、ありがとうございました、はい、では先ほどの映像。音楽の力と自らの才能を信じ、魂の演奏で人々の心をつなぎ、祈りの輪を作る。18年前、バカな空想と笑われたこの思い、夫婦二人三脚の活動が奇跡を呼び、サントリーホールでの第9が演奏されます。2018年1月24日、レーベンバッハ管弦楽団、レーベンバッハ合唱団による第9。世界の平和を願う皆様と奇跡の体験をご一緒に。はい、ありがとうございました、皆さん今日いかがだったでしょうか、番組の方はね、もうちょい続けさせていただこうかなっていうふうに思いますね。この根本さんってすごく近所なんですよ、でね、いろんな機会にうちの、ね、みっちゃんと遊んでくれたりとか、これまでね、いろいろお話ししたりとかね、そういう機会をいただいてたんですけどもね、本当に何だろう、変わらない優しさ、ね、それから、さらにどんどん、ね、エネルギーが、ね、広がってる、ね、そんな感じですよね、はい、いかがだったでしょうか。ね、じゃあ、とりあえず心の扉を開く、ね、今日のページを、ね、読んでいきたいと思います。ちょっとね、僕の音声の方が、ね、小さいんで恐縮です、ね、
1月15日ですね、リラックスして人生を楽しみなさい、リラックスしなさい、肩の力を抜いて私に身を委ねなさい、あなたの生活にストレスや緊張が多ければ多いほど、仕事の完成度は落ちるのです。自然に従って潮の流れとともに進んではいかがでしょう。ごく自然に単純に、喜びにあふれてなすべきことをしてはいかがですか。まなじりを消して仕事に立ち向かったり、愛も喜びもなく次から次へと自分に仕事を強いたりせずに人生を楽しんではいかがでしょう。あなたが逆らうのをやめて自然の流れに同調するとき、人生は本当に素晴らしいものになるのです。なぜ自己満足のために何事も難しくしてしまうのでしょう。どうして今日を特別素晴らしい日にしようとはしないのですか。何事にも最良の面を見ようとはしないのですか。どんなことでも感謝の心で受け入れなさい。すべてをありのまま楽しみなさい。私はあなたに人生を楽しんでもらいたいのです。まず手始めに周囲の至るところにある自然の美しさをゆっくり眺めてごらんなさい。素晴らしいものが次から次へと果てしなく続いているのがわかるでしょう。そしてあなたの人生が脅威と喜びそのものであることに気づくでしょう。リラックスして人生を楽しみなさい、ね、皆さんいかがでしょうね。ここら辺ってね、もしかしたらね、今の50代とかね、それより上の人って苦手分野なのかもしれないですよね。その今を楽しむね、リラックスしてね、その楽しみっていうのはね、本当にいろんな楽しみが、あると思うんですけれども、ね、その中にまず大変なことをやらないとその先の楽しみを得られないみたいなね、ある意味思い込みに近いもの、ね、もしかしたら、持ってるかもしれないなっていうね、これ自分でもねたまに思うですよね。これなんか惰性で大変にしてないみたいなね。惰性で大変にって変な言い方かな、ね、そこら辺ってまあ特にね、新年迎えましたんでね、まず本当にリラックスしてる時間って自分はどのぐらいあるのかなね。そういうのをねちょっとチェックするといいかもしれないです ね。さっきもねちょっとね根本さんとの お話の中で出てきましたけどね、ちょうど昨年って言っても先月ですけどね、ほぼ強制終了みたいなね、そういう感じで、初めてねそのぎっくり腰っていうのをね体験して、あこういうもんなんだ。そこでまあね、とにかく動かないようにして、ね、周りに任せなさいよっていうふうにね、体に言われてる気がして、それで、ね、ちょうどテディコンのね2日前だったんですけどね、だからなるべくねお任せして、自分はいるだけね、某カーネル・サンダーソンおじさんね、自分の目標だったんですよね。ただ立ってるだけでいいみたいなね、それに近いものをね強制終了とはいえ、経験させていただいたなってのはすごくねテディコンとかでも面白かったんですけどね、そこはなんて言うんでしょうね、緩むリラックスする時間をねまず取る
ね、それが一番大事だな、ね、これ20代30代20代30代そうなのかな、ね、今思うと例えばその、自分もね中学校の先生やってましたけれども、で25ぐらい25、6、7と、だんだんその先生の仕事、ね、先生の仕事って授業、っていうのは全体の本当全体の仕事量のね3割いくかなっていうそういう感じもあるんですよ、ね、そうするとね仕事が楽しくなってくるとどんどんね自分で仕事を自分がやりますみたいな感じで、やったりね、やらせて、まあね、もらったりして、それ で気がついたらねそのなんだろう自律神経がねちょっとうまくいかなくなった、まあ、いわゆるその当時でいうと自律神経失調症みたいに、ねなったわけですからね。そう考えるとまあある意味ね、若い人でも、ねそんなにガンガンずっとガンガンしないで、ね、そのゆったりする時間取るといいよっていうのがやっぱり正解なのかもしれないですよね。はいはいはい、ね、まあ本当にいろいろと、ね、人生面白くできてるなっていうふうに思いますね。で、つい先週ね、ふっと思ったですよ。何を思ったのかなっていうと、ね、やっぱ地球大事にしないとねっていうそういうね、ことをね、ある人の話を聞いててね、思ったんですよね。あ、そうだよね、そうだよね。すごくね納得できて、で、その時にねふっと出てきた言葉がね、その地球平和、ね、世界平和っていうとなんかね人間人類っていう感覚が自分の中にあるんです、そうじゃなくて、地球並びにねそこにね、暮らしてる、命すべて含めてのね地球平和っていう言葉が自分ではなんかねぴったりきたんでしょうね。世界平和じゃなくてね地球平和っていう言葉が降りてきて、うん、そうだよねっていうね、それで、ね、その視点っていうのをねちょっと今、ね、自分の軸にしてるしようとねすぐ忘れちゃうんですよね、それでもねその自分のやっぱり一つの大事な視点だなっていうふうにね、思って、ね、でおそらくねそれってテディさんもね同じ思いだったのかななんていうふうに、ふっと思い出したりしてね、随分前ですけどね自分の潜在意識、の中を見るワークっていうのをやったんですよ。スピテレビでね、で僕がさせてねそのワークをねさせていただいて、テディさんもね、そのワーク一緒にやったんですよね、うん、で、でまあ一番最後に残った言葉というのが今のねその潜在意識レベルでね非常に大事にねしている言葉なんですけれども、それで出てきたのがね、テディさんがね世界平和っていう言葉が出てきて、で、あそうですか世界平和ね、それがまあ今言いました通りね潜在意識レベルでもね一番、大事に思ってる言葉だと思いますよっていう話をしたら、うんそうなんだよねってやっぱこの言葉なんだっていうふうにね、テディさん言ってましたけれどもね、まあ言葉は違えど、ね、自分の場合にはその地球平和みたいなねそんな言葉ないですよ、ね、でも自分の中で腑に落ちて、うん、これ大事だなと思っていた時にふっとね、あ根本さん、ね、根本さんもねさっきお話しされてましたけどね世界平和っていう方ですから、あ根本さんそうだ、
あの旧だからね、3、4日前なんですよ、根本さんにね、あのスピテレビ出てもらおうと思ってお願いしたのがね。で多分流れに乗って、そのね、あの世界平和、地球平和っていうのを流れに乗ってれば、きっと根本さんも出てくれるかな、ね。で、他にもね、その地球平和みたいなね、感じの方々と面白いんですけど出会うんですよ。でまた、まだ来月ぐらいになっちゃいますけどね、スピテレビにも出ていただけるかなっていうね、面白いですよね。そういう、時期もあるんでしょうけれども、自分の中でこれが軸かなっていうふうに思うと、その方向にね、いろいろご縁が、ね、広がっていったりとかね、してる今日この頃ですね。まあ、宣伝にもなっちゃいますけれどもね、2015年からね、2016年にかけて、池川明先生の、幸せな命を育む学校っていうのをね、やらさせていただきまして、DVDなんかでも販売してるんですけれどもね、去年末から、オンラインでね、動画配信できないかなっていう感じで、動いてましたね。でこれもね、あの編集はうちのみっちゃんにやってもらったり、ね、自分一人で やるよりも、まあ、みっちゃん巻き込んでやってみようかなみたいな、ね、でついね、とりあえず、ね、それも、ね、あの動画配信ができるようになりましたので、ね、ちょっと、お知らせとして、ね、今掲示板の方に、ね、載せさせていただきますね、よいしょ、あれ掲示板が使えないかな今。あれならね、あれならねってどれ、ね、幸せな命を育む学校でね、検索していただきますと、出てくるかなと思いますんで、よいしょ、よいしょ、よいしょ、出るかな、ちょっと、よいしょ、で、DVD ではないのでね、もう少し半額ぐらいでね、ご購入できますんで、ね、でこれを作ったね、あの作ったって お話しされてるのは池川先生ですよ、ね、うん、池川先生にねお話ししていただいて、それを、動画にしてるんですけれども、これを作ったのもやっぱりね、よくよく考えると地球平和なんですよね。うん、ね、だってまず地球があってこそね、今の子どもたちもこれからの子どもたちも、幸せに生きられるわけで、地球なくなっちゃったら困るわけでね、うん、でそのためにはね、やっぱり今の大人もそうですけれども、これからの子どもたちもどうね、その地球とか愛とか、そういう、うん、視点を持って生きていくかってすごく大事なんですよね。うん、掲示板の方もありがとうございますね。サムラーさん、サムラーさん、こんばんは。楽しいこといいのかと時々戸惑います。でも行っちゃえみたいな。そうですね。うん、やっちゃえみたいなね、感じがいいんじゃないかなっていうふうに思うですよ。ね、はい、そんなにね、あの地球ね、根性とどまんないじゃないですか、ね、せいぜい自分なんかはね、目標111歳ですのでね、そうするとまだ半分かな。
ていう、半分いってないかなみたいな感じなんですけど、それでもね、200年はなかなか生きられないわけでね、しかも元気にみたいなところがね、あるわけですからね。そうするともうね、どんどんやりたいことやっちゃえっていうね、いやもう年だからとかね、いやまだ若いからね、そう思うよりもね、やっぱりやっちゃえみたいなね、ところがあっていいんじゃないかな、ね、そう思います。いや、ね、なんか自分のエゴ、ね、自分のエゴでもね、その周りも、幸せになればいいですよね。はい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 、ね、ずいぶん昔にねお話しさせていただきましたけれどもね、室町時代、まあ室町時代なんでね、何でしょう、詳しくは僕も知らないんですよ、その当時生きてないからね、あるお坊さんがいて、もう名前も忘れちゃってますね、誰ね、ご興味ある方はね、調べてくださいね。急に私は、ね、40過ぎて、ね、その当時ですよ、室町時代、ね、40過ぎて、お坊さんになった人ですけどね、私は中国に行って勉強したい、ね、まあ、ある意味偉いけれども、って周りは思うわけです、ね、だからみんなお金貸してみたいなね、何を言ってるんだろうみたいな感じ、なんでしょうけど、でもね、きっといい人だったんでしょうね、じゃあっていうんでね、中国に留学に行くことになったわけですね、で、いろいろ覚えていって、もちろんね、その修行もされたんだと思いますよ、ね、でもね、一番忘れられなかったのがお味噌作り、ね、あるお寺に入った時に、お味噌って言ってもね、今の味噌というよりもね、そのまんまなんか食べるような感じの、ね、お味噌、まあ今のお味噌もそのまま食べるかな、ね、でとにかくね、味噌作りでね、あの味噌の味が忘れられないっていうことで、日本に戻ってきた後も、まあその当時はすごく有名な人だったんですよ、ね、名前忘れちゃいましたけど、ね、でね、その当時の上皇とかがね、うち来ないとか言うわけですよ。でも嫌だ、遠いからみたいな、何言ってんだよなんとかちゃんみたいなね、そういう仲だったらしいんですけれどもね。で、そこでね、日本でもあの味噌作りたいってね、味噌を、ね、作り始めた、ね、で、結構人気になったわけですね。未だに売れてる、ね、しかも、ね、彼が亡くなった後になると思うんですけれども、ね、その、ね、仕込んでおいた味噌をね、そのまんまにして忘れちゃった人がいて、で、あ、忘れちゃったと思ってね、もうダメかなと思って、味噌蔵に行ってね、その、味噌を見たら、味噌からね、黒い液体がポタポタ落ちてた。腐っちゃったのかな、黒いよこれとかね、思ってそのままにしてたらね、あれなんですけれども、舐めてみたら美味しかった、ね、それがね、醤油の始まりだったそうですね、室町時代の話ですけれども、まあそこで、まあ醤油ことなのかっていうね、そういう、言葉を付け加えたくなる自分はいるんですけれども、ね、そう考えるとね、その日本の、食文化の中心的存在である、醤油ね、それも、それができたっていうのもね、偶然、あるお坊さんが、中国で、ね、食べた味噌が味噌を作りたいっていうね、なんかそういう非常に個人的なね、エゴで、エゴって言ってもいいのかなと思うんだよね、味噌食べたいみたいなね。そこからね、その醤油が生まれたっていうね、そう考えるとね、だから、
ちょっとばっかしね、っていうね、それちょっと申し訳ないかなと思っても、やりたいと思ったことをね、やっちゃうと、またそこでね、なんか面白いことが生まれる、きっかけになるのかもしれないですね。はいはいはい。ナータさんね、こんばんは。お願いですが、明日の大月優子さんの配信を、チャンネル2での放送を教えてもらえないでしょうか。ご存じないようです。ああ、なるほどなるほど、ね、チャンネル2にするにはね、ちょっとあれなんですよ、ナータさん、パソコンに、なんて言えばいいでしょう、その有料のソフトをね入れて、やっていく必要があるんで、まあ有料なのはね、いいんですけども、ね、ちょっと難しいところなんですね。ただね、チャンネル2でもね、放送できるようにね、ゆうこさんにもちょっと、今後お話しさせていただこうかなって、お話ししますのでね、チャンネル1はね、コマーシャルがたくさん入って聞きづらいので、よろしくお願いします。すいません、ね、そうなんですよね、はい、そこのところはね、すいません、今後の課題ということでね、もうちょっとね、ナータさんお待ちくださいね、了解しましたんでね、はいはい、あとは何かありますかね、大丈夫かな、もうやりたいときにやっちゃうっていうところでしょうね。はい、ではね、あとは何かお知らせすることってあるかな。あとはそうだそうだ、ね、さっきはその池川明先生のね、幸せな命を育む学校オンラインセミナー、ね、8つあります。ね、各ね、どのぐらいだろう、2時間弱だから、すごい量なんですよね。池川先生のすべてを知りたいっていうね、そこから始まった、ところなんで、でこれは本当にその、各テーマごとにね、先生にお話しいただいたんですよね。テーマ、どういうテーマかっていうと、やっぱり池川先生っていうと体内記憶ね、それから、前世ね、出産、子育て、すごいでしょ、子宮を温める、これすごく大事ですよ、女性にとってね、子宮ってすごく大事だなっていうのね、先生のお話を伺って再確認しましたけど、じゃあそのためにはどうしたらね、いいのかみたいな話も含めてが5巻目、6巻目がね、まとめになってますけど、このまとめでもね、すごくなんだろう、まとまってないっていうか、面白い話がね、またそういう話も出てくるんですね、先生みたいなね、お話が出たりとか、タイちゃんっていうね、ま、もう大きくなったのかな、お子さんが、やっぱりお腹の中の記憶を持っていて、そのお母さんがね、タイちゃんの、描いた絵、それから、言葉をね、絵本にしてっていうね、そういうのも入ってます、ね、すごくいいっすよ、ね、お名前、タイちゃんのお母さんの名前、タイちゃん、高場雅子さんですね、高場雅子さんね、スピテレビでもね、また出ていただこうかなっていうふうに思ってますね、もしあれでしたらね、ネットで調べてみてください。高場雅子さんね、今お名前を、よいしょ、ね、非常にだからね、第6巻もね、この方のお話ね、があって面白かったですね。あ、6まで来て、で7が経費読ね、うん、この経費読もね、ぜひぜひ、知っていただきたいお話満載ですね。あ、そうなのか、ね、はい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 、ね、
それから、ね、例えばの話、その、手で触った時に 手で吸収する、ね、吸収力を1だとすると、口だとかね、その性器の吸収力ってね、42倍ぐらいあるそうなんですよ。ね、要はだから悪いものっていうのも手で触る以上4その42倍ね、口だとか性器の場合にはね吸収力がある、ね、そうすると、そのね、ナプキンなんかも果たしてねその市販されてる、ものは一体どうなんだろうかとかね、それから、歯磨き粉はどうなんだろうかみたいな、ね、そういう話までは入ってますね。それから性教育、ね、8番目が性教育ですけど、ね、この話もね、ぜひぜひ、よくね、うちのゆきさんとも話をするんですけれども、ね、家庭でね、子供に、性の話をね、どう伝えていくかみたいなところでね、池川先生だったらね、どういうふうにお伝えされるのかなみたいなところで、お願いしてね、池川先生にお話しいただきましたけれどもね、これは、本当にできればね、PTA の人ね、みんなで見てもらいたい、ね、もしくは池川先生にね来てもらって、性教育の話ね、そういう講演会をね開いてもらいたいなっていうね、はいはい、そう思っちゃうぐらいね、池川先生のお話良かったですね。まあ、先ほどの、掲示板の方にね、書きましたけれどもね、幸せな命を育む学校ね、これも、ある意味地球平和、ある意味っていうかね、ズバリ地球平和のためにね、作ったものですのでね、もしよろしければね、DVD もありますんでね、お買い求めいただければなっていうふうに思います。はい、それからまたね、もう一つ。これは来週になっちゃいますけどね、気当て、診断法の基礎講座をまた厚木でね、させていただきます。気当て、気当て。いつだっけ、ね、1月25日の木曜日、それから28日の日曜日ですね。こちらも掲示板の方に、ね、貼っておきます。この気圧もね、やっぱり、見えないもの、例えば電磁波であるとかね、そういったのも含めて、もちろんね、そのスピリチュアルな、ね、守護霊さん、どこにいらっしゃるかなとかね、まあ、今日もね、やってましたけど、セッションでさせていただきましたけどね、例えば、人からの意識っていうのもね、結構自分のオーラ、ね、思われると結構つくんですよ。で場合によってはね、思われ続けるとね、体の中までその、人からの意識っていうエネルギーが入って、いろいろとね、例えば肩の方とか首につくとね、肩こり、肩が重いとかね、首が痛いとかそういう感じになったりすることもありますね。それ以上のね、アンバランスな症状を起こす場合もありますんでね。全てが全て病気それではないですけれどもね、でもそういう人からの意識だとか、それから自分の感情、溜まった感情がいろんな症状を起こす場合もありますね。まあ、もちろん霊さんもそうですけどね、そういうのがね、マスターすると、ね、自分で、あ、ここにあるとかね、分かるようになりますね。でもちろん分かっただけじゃね、どうしようもないんですけれども、ね、じゃあそれをね、全てエネルギーなんで、エネルギーとしてね、まあ、レーサーは別ですけどもね、中和していく、そういうスプレーなんかもね、ありますんで、ね、そういうのを使ってね、特にエンパスの方とかはね、それからヒーラーさん、セラピストさんにはね、ぜひ、受けていただきたい講座だったりします、ねね、25日と28日、ね、自分なんかはね見えるタイプではないので、例えばねそういうオーラのどこにね不要なエネルギーがあるかどうかね、そういうのも気当てで、ね、分かるようになってきますってね、ぜひぜひご興味ある方は
ご参加ください、ね、すごくいいですよ。まあいいもんしか やんないですけどね。はい、はい、ではね、あと残りの時間もちょいありますので、もし、ご希望の方がいらっしゃいましたらね、神様カードをね、引かさせていただこうかなっていうふうに思います。まあ今年は、月曜日枠は、ね、なるべくまたね、やっぱパソコン自体がね、ちょっと重くなりつつあるんで、ご覧いただきづらい感じだとか、お聞きづらい感じとかにね、なっちゃってるかなと思いますけどもね、そろそろね、いろいろとメンテナンスをして、でなるべく多くの方にねゲストとして、来ていただこうかなっていうふうに思ってますね。また、明日明後日ですね、明後日ね、白鳥哲監督の、新たな、ね、映画の、まだ公開ではないんですけどね、プレなのかな、上映会が開かれるですよね、それにね、伺ってい、こうかなっていうふうに思いますね。予言っていう確かタイトルですよね。はいはいはい。江戸川圭司さんのね話が中心っていうふうにはねちらっとお聞きしてますけどね、白鳥哲監督にもねまた来ていただいていろいろお話伺えればなっていうふうに思ってますんでね、関係者の方がいらっしゃいましたら、そんな風にね言ってたよあの人っていう風にね、言ってください、ね、はい、ね、またね明後日ね、上映会の方に行った時にねもしお会いできたらね、いかがでしょうってお誘いしてみますね、はい、と言ってる間にどなたか いらっしゃるかな。よいしょ、白い鳩さんありがとうございます。よもぎさんですね、よもぎさんこんばんはです。じゃあ白い鳩さん、よいしょ、白い鳩さん、おうおう、それ出過ぎ、出た、高見むすびの神、ね、カムむすびの神、形あるものを知り形のないものを信じる、動くとき自分にエネルギーを向ける、崖から大いなる海に向かって飛び降りるのです、母である太陽、大きな海があなたを優しく受け止めてくれるでしょう、安心しなさい、信頼と勇気を持ってあなた自身の本質に目覚めるのです、私たちが新しいあなたがもう一度生まれるのを助けましょう、再び純真さを取り戻すのです、ね、子供の頃ね、やりたかったことね、それなりたかったことってね、何だったっけかな、もしくは、子供の頃にワクワクしたことって何かなっていうね、もう一度思い出されてみるといいかもしれないですね、その中にね、これから進む上でね大事なことがあったりするんですよね、でその一つがね、そのやりたかったこと
やった時のね、もしくはやってる最中のワクワク感、ね、そういうのをね、なんとなく思い出されてみるといいかもしれないですね。そのワクワク感っていうのをね、大人になった今でもね、もしなんかやる際にね、あ、これこれっていうふうにね、思い出すかもしれないですね。なので、まずはね、多分新しいスタートっていうところでね、ちっちゃかった子供の頃のね、やりたかったこと、やってワクワクしたことっていうのをね、なんとなく思い出してみてください、ね、特にそのワクワク感ですね。よもぎさん、ありがとうございます。宗像の三女子ですね。再出発、再挑戦、恋愛の始まり、あら、トラウマに陥ることなくよどみなく流しなさい、自己憐憫を捨て、自由に高らかに泣き放つのです。泣き放つね、これは喜びの涙なのかな、それとも、これまでの自分と決別する涙なんでしょうかね。裁くことなく真実を見通して、明晰になりなさい、体を十分に休めましょう、相手のハートと共感して共に響き合うのです。さあ出発の時です。はい、ある意味ね、その再出発っていうのはね、すごく、あるのかもしれないですよね。なんとなく、ね、これから、ね、起きてくるところ、ね、で、もしね、そういう、リトライするようなところのことがありましたら、また元に、その以前ね、やりたかった時の気持ちっていうのをね、思い出されるといいかもしれないですし、今の気持ちでもいいんですけど、でもやっちゃおう、やりたいもんねっていうね、その自分の気持ちっていうのを大事にするところをまずね、持っていただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、さっきね、根本さんも話をされてましたけれども、例えば同じことをね、違う時にやるとすると、同じことをやってても、ね、その自分の学びって違ってくるんですよね。例えば根本さんであるならば、そのコンサートをやること、ね、成功させることっていうのがすごく、大事で、そのために自分だとかね、キミさんが頑張られていたっていうね、そういう時代もあれば、今はさらにね、なんて言うんでしょう、大きくなってきたんで、で、やられる内容っていうのもね、また大きく広がってきたんで、今度はいかにね、お願いするかね、人をね、お願いして、やってくださいっていう。ね、頼むかっていうのは大事になってきます、ね、だから、同じ、ね、ことを、ね、さらまたやるっていう時でもね、ちょっと意味合いがね、以前よりも違ってきてるかもしれないんでね、そういう時にその自分の役割みたいのね、それから周りにね、応援してくれる人っているのかなみたいなところはね、ちょっと見られるといいと思いますね。一つ上の、ところからね、見ていくっていうことですね。はいはい。ナータさん、ありがとうございます。ナータさん。おお。すごい飛んだ。
豊受け姫の神、楽しそうですね。これみかんまさにね、その豊受け、ね、豊かさを受け取る時期なのかもしれないですね。豊かさをもたらす食べ物、優美さ、女性性って書いてありますね。体に取り入れるものに心を傾けなさい。それは食べ物だけではありません。あなたはいつも何を見て、何を聞いて、何を味わっていますか。全ては食べ物としてあなたの中に入っていくのです。経験もということですね。それから何を感じたかっていうところ、魂が喜ぶものを取り入れてください、ね、食べ物だけじゃなくて経験体験もそうですね。優美なるもの、美しいもの、敬う心であなた自身も、人も満たしましょう、ね。で大事になってくるのは何かなっていうと、自分が神様だっていうことを、再確認することね。いわゆるその体、ね、っていうのはね、魂っていう神様の神殿だっていうふうに、なんとなく思っていただけると、その、神殿を作っていくのがね、食べ物であったりとかいろんな体験であったりしますね。何を受け取るのかね、それは自分にとって本当に心地よいものをね、ですよね。例えば逆に神社行って、なんかシュークリームをお供えすると、まあそれよりもなんかね、それにふさわしいものってあるじゃないですか、ね。じゃあ、自分にとってふさわしいものって何なんだろう。食べるもの、体験するもの、受け取るもの、ね。その時に必ずその自分が、神なる存在であるよっていうところから受け取る、とするならば、やっぱり優美なものであったり楽しいものであったりね、そういうものになってきますよね。そう考えると、まずは自分というのがどれだけ、大切な存在なのかっていうところ、からね、何を受け取ろうっていうね、そういうふうに、そういうふうな視点を持たれると、ナータさんいいのかなっていうふうに思います。まあそれ多分ナータさんですからね、お分かりのとこだと思います。いわゆる再確認の意味でね、お伝えさせていただきました。白い鳩さん、子供の頃にやりたかったことをやり始めているので、あ、そうですか。このまま楽しくまっすぐ続けようと思います。カードありがとうございました。何をされてるんでしょうね。サランさん。うん、おお、雨の小屋根の御事、雨の小屋根の御事、サランさんですね。言霊の力、想念、思う念ですね。想念の現実化、言葉にすることの大切さ、自分の声に耳を傾けなさい。自分の話す言葉をよく聞きなさい。神の分け御霊であるあなたが口にする言葉は霊力を持ち、その響きは深く浸透してあなたの今を作り出しているのです。言葉の持つ力を決しておろそかにしてはいけません。ただ自らの内にある輝く光である魂を見つめなさい。魂の声に耳を澄ませば、光の道が見えてきます。私はあなたの声が天へ届くのを、そして神の声があなたに届くのを助けましょう。言霊、本当そうですね。もちろんその言葉の前、まあ初めに言葉ありきっていうからね、まあ言葉なんですけれども、それから何を思うのかみたいなところ、
ね、そこのところってすごくね、大事だと思いますね。この間もね、そんな話をさせていただきましたけれどもね、だいたい人間はね、1日に4万5000から6万のことを考えている。その、95% ぐらいは同じことを考えている、ね、そういう研究結果があるそうですね。本当かどうかは分かんないですよ、ね、でもまあだいたい同じことを考えているんだろうなっていう思った時に、何を考えているかでもってやっぱり、心持ちだとか体自体もね変わってきますね。そう考えるとね、自分が何を思ってるのか、ね、自分は何を言葉として発してるのか、ね、そこってすごく、大事なんだろうなっていうふうに思いますね。例えばね、女性の方ですと、ね、いわゆる本当に打ち解けた友達との会話ってどんな会話をしてるのか。ね、その中で「あの人やね」みたいなことを言ってると、それは、その友達を汚すことにもなります。友達も神様ですからね、他の人を「やね」って言ってもですよ、ね、それから自分を汚すことにもなるわけですね。それだったらね、どう言えばいいのかなっていうね。特に女性同士って共感するっていうのがすごく大事になってきますね。だから友達、本当に打ち解けた友達と何を共感したいのかなっていうね、それもなんとなくね見ていくと、いいかもしれないですね。はい、とりあえずそんな感じでいいかな今日は。でカードの方はそろそろこれで終わりに、ちょっと今チェックしてますけどね、終わりでいいのかなっていう感じはします。はいはい、あ、お絵描きですか、ね、白い鳩さんね。よもぎさん、カードありがとうございます、受け取ります。はい、ぜひぜひね。ナタさん、ありがとうございました。再確認として優美なものを取り入れたいと思います。はい、そうですね、はい。それからマユさんですね、最後のね、今日最後のお話ありがとうございます。ブチさん、先週思ったのですが、ブチさんもシシマルくんまで、みんな普通に明けましておめでとうございますって言ってましたが、スピでは喪中とかどう考えるのかなって伺いたかったのですが、もう時間がないですね。ありがとうございますね。いろんな考えがあっていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。その通常であるならばね、その明けまし、ね、ちょうど去年の11月の、ね、末にね、うちの母が、旅立ちましてね、その話からね、前回ね、最初の、今年最初のね放送でね、僕もシシマルくんもね、明けましておめでとうございますと言ってましたね。はい、で、これはスピだからっていうところではね、僕自身はこう考えてますよっていうところで言うならば、ね、いわゆるそのおふくろのことはね、おふくろのこととしてね、その、まあまだもであったわけですね。ちょうど、昨日ね、50日祭っていうのがね、あったんですけどね、そういう意味では今日からね、もがね、溶けてっていうとこなんですけどね。でもめでたいじゃないですかね。そこはそれみたいなところなんですよね。はいはいはい。それで、明けましておめでとうございますっていうふうにね、お伝えさせていただいたわけですね。で、日本でもね、昔はそうだったのかもしれないし、外国でもね、そのお葬式っていうのはね、本当にパレードに近いお葬式、ね、だったりすることもあるわけですよね。それから日本でもそのね、あの世に
帰るみたいなね、要はふるさとが向こうね、帰れるねっていう意味でやっぱり、ある意味ね、お疲れ様っていうところなんでね、そんなに明けましておめでとうございますってね、言わないっていうのは僕の中ではあんましないんですよね。ただね、あの1月1日にね、実家、まあ父親しかね今住んでないわけですけどもね、行くよって言って、で僕とみっちゃんがね、ちょうどみっちゃんね、その数日前にね、うちのね、ゆきさんの実家にゆきさんと一緒に行ってたんですけどね、僕先帰るって言って、電車乗って一人で帰ってきたんですよ、元旦の日に、ね。だったらそのね、みっちゃん二人で、おじいちゃんとこ行かないっていう、誘ったら行く行くっていうんでね、二人で、おじいちゃんとこ行ってきたんですけど、で行く前にね、電話したんですよ。で、その前にうちのゆきさんからね、いいっていうふうに電話で諭されてて、いい、元旦ね、お父さんところね、おじいちゃんところ電話すると思うけれども、明けましておめでとうございますって言っちゃダメよっていうふうにね、気を利かせてね、ゆきさんが言ってくれたんですよ、ね、うん、分かった分かったっていうんでね、そういうのがあった、まあ翌日かな、元旦で、今から行くよって電話をしたんですよね、父親のところ、うん、で、つながって、あ、もしもし俺って言ったらね、うちの父親が、あ、明けましておめでとうございます、ね、そんな、あ、そうですか、あ、明けましておめでとうございますっていうね、そこはそこみたいなのがね、なんか岩淵家の中にあるのかもしれないですよね。あ、そういう感じなんだな、うちのね、親父もっていうふうに思いましたけどね。はい、そんな感じで気ままにね、明けましておめでとうございますもんね、前回言ってましたね、忘れてって言ったわけじゃなくてね、どちらかというとね、それでもめでたいもんねみたいなところで言わさせていただきましたね。ね、皆さん、お正月は、あら、お正月はいかがだったでしょうか、ね、僕はずっと寝正月でした。寝正月、寝正月でし た、ね、はい、皆さん今年も、これでも先週言ったか、うん、言ったね、はい、今日も、スピリチュアルテレビをご覧いただきありがとうございました。また明日からのスピリチュアルテレビもどうぞよろしくお願いいたします。はい、よく言えたね。じゃあ、そういうことで、バイビー。はい、という、獅子丸くんでございました。獅子丸くん何歳なんでしょうね。ふと、そんなことを思う自分がここにおります。ね、サナンさん、ブチさん、ありがとうございました。自分の発する言葉、受け取る言葉、大事にしたいと思います。ありがとうございます。マエさん、帰れるってめでたいですよね。私も帰りたいのでよくわかります、うん。大丈夫。ね、来たいと思って来たんだからね。帰れる時に帰れますね。それまでね、ここを楽しんでくださいませ。ね、はい、ということでね、今日はそろそろ終わりにしたいと思います、ね。根本さんのコンサートね、24日ありますんでね、ぜひぜひ、こちらの方ね、参加していただければなっていうふうに思います。詳しくはね、Facebook とか皆さんやってます？ね、
Facebook、Facebook。ちょっと待ってくださいね。根本さんのコンサート情報。あれあれ。根本さんのコンサート情報。よいしょ。あ、これですね。ちょっと待ってくださいね。もう一度。よいしょよいしょ、1月24日、ベートーベン交響曲チクルスナンバー4、大工レーベンバッハ管弦楽団演奏会ですね、あ、これだこれだ、よいしょよいしょ、ちょっと見づらくてすいません、よいよいよい、基本データ詳細持ったよ、はい、これですね、1月24日、6時開場、6時半開演ですね、場所サントリーホール、全席指定前売りですね、S 席1万円A 席8000円、B 席6000円、ね、当日券はそれぞれ1000円アップしますね、前売り S 席のみ、ペアチケットあり、ね、S 席ペアの場合には1万8000円になりますね、はい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 、でも本当にね、その何だろうね、根本さん、まあ、先生だったこともあってね、まあ、自分なんかもそうなんですけども、というのはあれ変かな、商売系なしないっていうかね、本当に、純粋にね、その音楽っていうのをね、みんなで体験して、世界平和のためにね、喜びの時間を作りましょうっていう方なんですよ、ね、なのでね、本当にそのだから儲かるとかそういうところ全く考えてない方なんで、おそらくこの席の方もね、すごく安くね、多分設定されてるんですよね、ですので本当多くの方にね、ご参加いただければなっていうふうに思いますね、ソリストの中にはね、倉原恵子さんってね、恵子さんかな、ソプラノの方、これこの方もね、以前スピテレビ出ていただいたことがあるっていう、そういう方ですね、はいはい、これは Facebook のページですね。これもちょっと掲示板に入れさせていただきますね。よいしょよいしょ。ね、アドレスだけで恐縮ですけど。はい。はい、ということでね、今日もね、長い時間。あ、長い時間のお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。また明日からのスピリチュアルテレビもどうぞよろしくお願いいたします。バイビー。